本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。今回は形成外科医落合博子医師の美容常識の9割は嘘という動画より、あなたも騙されている知っておくべき美容常識の嘘トップ5という部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。さて、著者の落合医師は約30年にわたって多くの患者の肌の悩みを解決してきた再生医療のプロフェッショナルです。今回の動画ではそんな美容のプロ中のプロが暴く、これまで語られてきた美容常識の嘘を5つほど紹介しています。さて、著者のような美容のプロから見ると、今世の中に溢れている様々な美容情報にはなんでそんなことをする必要があるんだろう、効果があるとは到底思えないなと感じることが本当にたくさんあるそうです。様々な美容商品の CM や化粧品の CM などでは医学的にはありえないような効果を強調し、私たちに買うようにと迫ってきます。そんな広告に翻弄されないように、そして怪しい商品に騙されないように、正しい知識を身につけることが必要なんです。本日の動画では皆さんがこれまで知らなかったであろう美容常識の嘘を5つほど暴いておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、これを聞いてくださっている皆さんは男性女性問わず、できることならば美しい肌を手に入れたい、できることならば少しでも今よりも見た目を良くしたいと思っている人が多いかと思います。ここで当たり前のことを言いますが、そりゃあね、見た目が良いに越したことはないでしょう。私たちの第一印象はほぼ見た目によって決まってしまうということが分かっていますから、第一印象を良くして人間関係を円滑に進めるためにも、そして仕事などをスムーズに進めるためにも、見た目が良いに越したことがないというのは間違いないことであります。そのような少しでも見た目を良くしたいという私たちの欲望につけ込んで、最近は何かと美容や健康に関するニュースが飛び交っております。テレビやネットを見れば、あれがいい、これがいいと、より良い効果を謳った新しい化粧品や美容液などが次々と発売され、目まぐるしく美容に関する情報が流れております。こんな世の中ですから、一体どの情報が正しくて本当にどの商品が効果があるのかを選別するのは一般人ではなかなか難しいと言えます。そこで著者のような美容のプロ中のプロの意見を参考にさせていただくのが有効でしょう。プロの目から見れば、今の世の中には相当怪しい商品が溢れているそうです。ですから、まずはプロの目から見た今の世の中に溢れている美容常識の嘘をまず皆さんに解説し、私と一緒にね、広告などに騙されないように正しい知識を身につけていこうではありませんか。それでは知っておくべき美容常識の嘘トップ5を発表しましょう。嘘第1位、美容のためにゴールデンタイムに寝るべきである。嘘2位、毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきである。嘘3位、顔のマッサージが効果的である。嘘4位、ヒアルロン酸で肌が潤う。嘘5位、オーガニック天然成分由来のものを使うべきである。さて、いかがでしょうか。まずはこういった世間にあふれている嘘を知っていただき、皆さんの美容常識をアップデートしていただきたいと思います。ではそれぞれ一つずつ順番に取り上げてサクサクと解説していきましょう。まずは美容常識の嘘第1位、美容のためにゴールデンタイムに寝るべきであるという嘘から解説をスタートしていきましょう。さて、皆さんが絶対に一度は聞いたことがあるであろう嘘からまずは解説します。皆さん絶対にね、美しくなりたければ、肌をきれいにしたければ、午後10時から午前2時までのゴールデンタイムに睡眠をとりなさいと言われているのを一度は聞いたことあるかと思うんです。午後10時から午前2時までの時間は成長ホルモンがたっぷりと分泌される睡眠のゴールデンタイムであり、この時間にしっかりと眠ることによって肌にも美容にも良いとよく言われているわけです。このことを真面目に信じて、毎日10時には布団に私入っているんですと、そんな方もある程度いらっしゃるのではないでしょうか。しかし、この睡眠のゴールデンタイム説に医学的根拠はないと著者は言います。というのも、
成長ホルモンというのは別にね、この時間だけに分泌されるわけじゃなくて、入眠直後の熟睡期に分泌されるということが分かっているからです。午後10時から午前2時の間にブワーッと成長ホルモンが分泌されるように語られておりますが、そんなことはないんだと。目安としては入眠してから3時間後の熟睡期に成長ホルモンが分泌されます。しっかりと睡眠をとれば、何時に寝たとしたって成長ホルモンはきちんと分泌されるんです。さて、いかがでしょうか。これは私たちにとって非常に良いお知らせですよね。だって今の社会の生活で夜10時に寝るのってかなり難しくないですか。時には残業でそもそも10時を過ぎてしまうこともあるでしょうし、10時に寝なければいけないと思い込んでいたら、週末に夜友達と遊びに行くことすらできないでしょう。まあね、今日限りで美容のために10時には寝なきゃというあの脅迫観念は捨てていただいて結構でございます。重要なのはゴールデンタイムの間に眠ることじゃなくて、ゴールデンタイムじゃなくてもいいからしっかりと睡眠を確保するということであります。睡眠は健康な肌作りには欠かせないもので、新陳代謝を促して肌を美しく保ち、シミやシワの予防にもつながります。まあね、人によって朝方、夜方などは違うでしょうし、仕事のスタイルによっても起きる時間、寝る時間というのは違うでしょうから、ぜひ自分が体調がいいなと感じるサイクルを見つけて、良質な睡眠をとるようにしていただきたいと思います。さて、いかがでしょうか。それではここまでで、美容常識の嘘第1位の美容のためにゴールデンタイムに寝るべきであるということについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、美容常識の嘘第2位の毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきであるという嘘について解説していきたいと思います。さて、しっかりと体を洗うこと、そしてしっかりと体や頭を洗うことこそが肌を整えるための基本中の基本じゃないかと思っている人があまりにも多いように思います。肌をきれいに保つにはまずは汚れをしっかりと落とさなきゃいけないと言われているのを皆さんもよく耳にするかと思います。こういったことを真面目にしっかりと守って、コツコツと私は毎日朝晩顔や体や頭をしっかり洗っていますという人も、これを聞いている人の中には多いでしょう。ですが、はっきり申し上げると、このような習慣はあなたの肌にとって非常によろしくありません。最近は乾燥肌や肌荒れに悩んでいる方がとても増えているそうですが、その大きな原因の一つが実はこの洗いすぎだからです。毎朝毎晩顔も体も頭も洗っていますという人は、一度その習慣を始めると洗わないとすっきりしないのでやめられなくなってしまいます。しかし本来ね、私たちの肌はそんなに頻繁に洗う必要がないんです。私たちの皮膚は通常皮膚常在菌によって弱酸性に保たれ、有害な菌が繁殖しにくい環境を維持しているんです。そして皮膚の常在菌が皮脂を餌としてグリセリンや脂肪酸といったものを作り出し、皮膚のバリア機能を保ってくれているんです。さらに皮膚では常に新陳代謝が行われていますので、汚れがついてもそれは赤とともに剥がれ落ち、自然と毎日綺麗になる仕組みが備わっているんです。だから私たちが肌を洗う際に注意しなきゃいけないのは、できるだけこうした私たちに本来備わっている生理機能を妨げずに正常に保つこと、つまり洗いすぎないということであります。さて、いかがでしょうか。皆さんの中にもね、私肌きれいにするために朝起きたらしっかりまず顔洗ってますと、そして寝る前もしっかり顔を洗ってますよという人結構いらっしゃったかと思います。ですが、その洗いすぎという習慣によって肌荒れや乾燥肌が引き起こされていたなんて結構ショックですよね。顔をしっかり洗うのには結構時間もかかりますので、あの時間は一体何のための時間だったんだと嘆きたくなってしまいます。ぜひここで頻繁に洗いすぎると肌荒れのリスクが高まってしまうんだということを覚えておきましょう。実際に洗いすぎることによって皮脂や皮膚常在菌が減り、皮膚構造が傷ついてしまいます。
その結果、肌の乾燥や湿疹、細菌感染、アレルギーのリスクが高まることが臨床研究によって確認されているんです。また著者は肌を傷つけないように気をつければ保湿するためのスキンケア製品は基本必要ないとおっしゃいます。つまり洗いすぎさえしなければ本来洗顔後に何もしなくても良いんです。とはいえ乾燥が気になるから私何か使いたいですという場合はオイルやワセリン、ヒルドイド、セラミドなどの保湿剤を使うのがおすすめであります。さていかがでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第2位の毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきであるについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、美容常識の嘘の第3位、顔のマッサージが効果的であるについて解説していきたいと思います。さてテレビをつけると顔のマッサージをすることによって顔のたるみやくすみを取りましょう、口周りのほうれい線を取りましょうなどと言われているのを皆さん目にすることがあるかと思います。私たちは年を取るにつれてどうしても顔のたるみやくすみ、口周りのほうれい線などが気になるようになってしまいます。そこでなんとかこういったものを解消しようと毎晩お風呂上がりにせっせと顔のマッサージをしていますという人もいるかもしれません。顔のマッサージを習慣化しているんです私はという人いるかもしれません。しかしね、専門家の立場からするとそういった顔のマッサージは残念ながら全くの逆効果であると著者は断言しているんです。こういったマッサージは顔のたるみやくすみ、黒ずみを作ってしまう原因になってしまうんです。私たちの肌の表面をピーンと張りのある状態で維持するために頑張ってくれているのは肌を支えている繊維組織というものであります。ですから肌の張りを保つためにはこの繊維組織をできるだけたくさん温存した方が良いんです。ですがマッサージで押したり揉んだり引っ張ったりしちゃうとこの大切な繊維組織が破壊されてしまいます。マッサージをするたびに肌を支えている細い糸がプチプチっと切れてしまうのをイメージしてみてください。ですからマッサージをすることによってわざわざあなたは積極的にたるみを作っているとも言えるんです。これからは顔のマッサージは逆効果なんだとぜひ覚えておいて、今マッサージをしている人はやめた方が良いでしょう。そして日々様々な外科手術をしている著者はそもそも人の肌というのは手で持ち上げたくらいでどうにかなるもんじゃないよとおっしゃっています。手でいくら押し上げたり引っ張ったりしたところでせっかく肌を支えてくれている繊維組織を壊すだけで肌には何のメリットもありません。どうしても私たちもね、両頬をギューッと引き上げていればいつかは肌が持ち上がってシャープな顔になるようなイメージを持って頑張っているかもしれませんが、肌は手で持ち上げたぐらいでは変わらないんだということをぜひ覚えておいてほしいと思います。そして著者がマッサージをおすすめしないもう一つの理由は肌はこすっちゃうと黒くなるからであります。よくねスキンケア商品を肌に浸透させようと一生懸命こすってすり込もうとしている人がいるんですが、肌にとってこれは絶対に NG であります。くすみや黒ずみの原因となってしまうからです。肌が摩擦を受け続けると角質を厚くするケラチノサイトとメラニンが作り出されることが科学的に証明されているんです。その部分がくすんじゃって色素沈着になるということです。時々ね、肘や膝など突き出た部分が黒ずんでいる人いますよね。それは他の部分よりも摩擦を受けやすいために色素沈着を起こしているんです。ですから肌はこすってはいけません。肘や膝のように黒ずんでしまうからです。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第3位の顔のマッサージが効果的であるについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、美容常識の嘘の第4位、ヒアルロン酸で肌が潤うについて解説していきたいと思います。さて男性女性に限らずヒアルロン酸という言葉をね、今や多くの人が耳にしたことあるかと思います。このヒアルロン酸はコラーゲンとともに美肌効果があるとして最近では数々の化粧品や美容商品に配合されている成分であります。
肌に直接塗るスキンケア製品はもちろんのこと、美容食品としても数多く販売されているこのヒアルロン酸は高い保水力と粘性があり、細胞同士をつなぐ潤滑油やクッションのような役割を果たしています。このヒアルロン酸は保水性が高くて水分を保持して粘り気があって密度が濃いゲル状を形成するという機能があるんです。だから肌の表面に塗るとそこに水分がキープされふっくら潤いが戻ったように見えるのは事実です。しかしこの現象は肌自体に起こっているわけではなくて塗ったヒアルロン酸に起こっているに過ぎないんです。ヒアルロン酸自体は保水して膜を作りますが肌に水分を与えることはありません。そしてこの膜が皮膚の水分蒸発を防ぐため肌の保湿状態が保たれるとされているんです。ですが一方で保水膜が常に皮膚に触れているのは常に濡れている状態と同じですから角質層の構造が崩れ皮膚から保湿因子が流出し自分の力で保水ができなくなってしまうと著者は言います。だから塗った直後は確かにね調子がいいように感じるかもしれませんがやめると肌が乾燥してしまうため常に塗り続けなくてはいけないという悪循環を招いてしまうんです。また美容クリニックなどでは皮膚にできてしまった深いシワを目立たなくする治療としてヒアルロン酸注入の注射が行われております。これは確かに一時的に効果は出るんですがヒアルロン酸を直接注入しても肌自体のヒアルロン酸を作り出す能力を高めることにはつながりませんから数年経てばまた元に戻ってしまうというのが実際のところです。もちろんね数年効果が持てばいいよという人もいるのでそれは個々人の選択になりますが基本的には一時的な効果でしかないということは知っておいてほしいと思います。また注射により皮膚壊死や視力障害を引き起こすリスクもありますので信頼できる医師の治療を受けるようにしてください。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第4位のヒアルロン酸で肌が潤うについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次美容常識の嘘第5位のオーガニック天然成分由来のものを使うべきについて解説していきたいと思います。さて皆さんはねオーガニックとか天然成分由来などと聞くと肌にも地球にも優しいというイメージを持つかもしれません。しかし科学的な視点で見るとオーガニック化粧品にもリスクがあると言えます。その理由は簡単で日本には化粧品に関するオーガニック認定基準がないからです。そもそもオーガニックは化学肥料や化学農薬を使わない有機栽培のことです。ですからオーガニックコスメはそうした有機栽培で育てられた植物性の原料を使って作られたコスメということになります。例えば海外だとオーガニックコスメとして販売するには政府機関や認証機関による厳しい基準を満たさなければいけません。海外ではめちゃくちゃ厳しい審査を通った商品のみがオーガニックという表記を許されるんです。しかし一方でねこの辺が日本の緩いところでもあるんですが日本で販売されているオーガニック化粧品にはこのような認定基準がなく例えばオーガニック植物成分を1種類だけ少量配合したとしてもオーガニックと謳うことができるんです。つまりメーカーの自己判断で何とでも言えてしまうというのが実情なんです。ですから必要以上に高いオーガニックや天然成分由来と書かれたものには騙されないようにしましょう。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1少しでも見た目を良くしたいという私たちの欲望につけ込んでテレビやネットを見れば様々な美容商品が売られている。しかしプロの目から見れば今の世の中には相当怪しい商品が溢れているので広告などに騙されないように正しい知識を身につけることが必要である。ポイント2知っておくべき美容常識の嘘トップ5は次の通り。嘘第1位美容のためにゴールデンタイムに寝るべきである。嘘第2位毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきである。嘘第3位顔のマッサージが効果的である。嘘第4位ヒアルロン酸で肌が潤う。嘘第5位オーガニック天然成分由来のものを使うべきである。
本日は以上になります。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。